昨日は9得点の杉本、ただ3ポイントが5分の1とあまり3ポイントが入りませんでした。ここはバスケットボールカウント、テクニックで、決め切りましたね。アッシル、テーブ近い、ここはイージーバスケットだ。さあ遠藤、アルマ、杉本、杉本決めた。ちょっと新潟のオフェンスが単発になってますよね。ウーバー、ウーバーフックシュート、ブースターからですね、プレッシャーを受けることはなかったと思うので、ラビナ、ラビナ、これが、これがフィリピンの主砲、アルマ、外から杉本、なんと、さあ新潟、お、杉本、バスケットボールカウント、ここで来た。あ、テーブス対落ち着いている、スリーを狙う、スリー来た、なんとテーブス、新潟のベンチがヘッドコーチチャレンジを要求したかもしれませんね。あ、はい、今シーズンから導入されました。今のプレーちょっとスローで見てください。注目しましょう、奇跡を起こるか、杉本だ、ルバがパンチングで弾き出しました。ブースターにとってはもうお帰りなさいという風な今のワンショットでしたよね。3シーズンぶり復帰、アレン、アレンも決めてくる。ちょっと足が止まっているか両チーム、ブーバー、ブーバー、バスケットカウント、いやこれは大きい、これはさすがです。新潟早い時間に追いつきたい、日本まずは決めたい、木村スリーもある、アルマ、アルマ、もうどうやって決着がつくのかよくわからない状況になってきましたね。柏村キャプテン決めた、ここで決めるのか柏村、時間を使う、テーブ使い、逆サイド、森山、森山、滋賀県民の意地、決着がつきました。107対100で滋賀が新潟を破りました。